皆さんこんにちは。本日はルミナスプロダクションズのクリエイターによる技術紹介動画クリエイターインタビューの CG ワールドコラボスペシャル第3弾 VFX 編をお送りいたします。フォースポークンの鮮烈で美しい魔法はどのようにして作られたのか、野添さん、美しい魔法の作り方を教えてください。はい、美しい魔法の作り方、まあちょっとこの質問いただいた時からもう全然分かんなくてめちゃくちゃ悩んでるんですけど、ちょっと喋りながらいけるか分かんないですけど、適当に喋りながらでいいですか。はい、そうですね、ホスポクの魔法、このショット魔法っていう、まあ、R2 ボタンで出るもマシンガンの魔法で、特にショット魔法は攻撃をメインとするものが多いので、まあ、派手に描かれているものが、パルクールとかと組み合わせながらの方が実はレベルの高い魔法が一気に出せたりするので良かったりするんですけど、あとは L2 ボタンでやるこのスキル魔法っていうのがあるんですけど、まあ、どちらも結構特色が違うようになってまして、ツタで敵を拘束する魔法とか、槍を刺したところに複数の槍が生まれるように難しいね。水とか氷のシェーダーめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。結構自慢できるぐらい綺麗になってると思います。まあこれもそうですね、TA の方がかなりこだわって作ってくれて、まあ、できるだけ自然表現の部分はリアルに、フォトリアルに描くということをこだわって VFX はやってますので、まあ、炎は炎、爆発は爆発みたいな、水とか氷とかも、まあ、特に綺麗に見える、ちゃんと水に見える、氷に見えるっていうところをこだわって作ってます。確か炎や煙はリファレンス本物のものから色や揺らぎを取ってるんですよね。そうですね、撮影しに行きまして、まあ、炎の色とか煙の色とかそういうのをちょっといろんなものを燃やしてですね、疲労度とかを、軌道をちょっと計測して、まあ、それを元にして作られてます。例えばこの、まあ、真っ黒い金属に本当にそれこそこれは炎属性なんで、赤い赤熱表現が入ってるんですね。わかるかな、ちょっと動くと分かるけど、で黒と赤の、そうですね、黒と赤で、黒い部分は本当に金属質に作られてて、あとはうわーかっこいい、でそこに本当鉄が燃えた感じで赤い発光に入れることで、実際はファンタジー表現なんですけど、実際にあるものをモチーフにして作られてる感じですね。炎や氷、水はすごく実在感があってリアルなんだけれども、一方で幾何学模様の方はすごく魔法的でファンタジーっていう。そうですね、そこはあえてそういうふうにしました。まあ、やっぱりこのゲームのコンセプトにもなってますので、この一番最初に使える爆裂の魔弾、これが一番幾何学に置き換わる、岩が最後幾何学に置き換わるところが、最後こう消えた後もなんとなく岩の形状っぽい幾何学が残ると思うんです。これ岩自体がちょっと砂っぽくなって消えてってるんですけど、煙になって、なんで幾何学もなんかこう砂をこうファって投げた時にサラーってこう落ちる感じとかを意識して作ってます。背景が演舞がかなりフォトリアルというか、まあ、リアルに作られてるんで、魔法をそこでそのあんまりそのファンタジックなその、まあ、ステレオタイプのゲームエフェクトみたいな感じで描いてしまうと、それはそれで浮いてしまうので、まあ、あえてその魔法効果の部分はリアルに描きつつ、ただそれだと魔法感みたいなのが薄れてしまうので、前後に幾何学表現を入れて作ってますね。この幾何学を作る機能に関してはルミナスエンジンには当時なかったので、プレクサス幾何学と言われるような、その、まあ、点と点をつないだ、まあ、なんて言ったんですか、線の集合体みたいな、丸ごとエンジニアさんにオーダーしました。と必殺技も使ってみますか。おお、派手だ。回復するまで時間かかるんだよな、チャージの方。でもやっぱこうすごい起伏があるマップが前提だから、かなり VFX 苦労しましたよね、きっと。苦労しましたね。例えばこの今使ってる魔法とか、空中で出る場合とか地面に当たる場合とかあるんですけど、地面の近くに来た時は
その衝撃波のエフェクトが出るようにとか、水に打つとしぶきも出ます、ね、あそうですね、水に。あ、じゃあ同じ魔法でもエンバイロメントの属性を、付与させて、そうですね、プラスアルファの演出が入るっていう、はい、入るようにしてます。こういう崖で打ったとしても、で名前は、そうですね、このようにしっかりと起伏に沿った形で、すごい、だいぶ見た目が違いますね、さっきと。そうですね、直線上の場所で打つのと、今みたいに起伏があるところで打つのと、特に今の魔法に関しては、いかに壁面というか、その地面に沿うかっていうところを気にして作っているので、まあ、そういう見た目の違いが、どこで使ったかによって見た目を変えたいと。同じものなんだけど同じに見えない、何回言っても別の、あ、ここで言ったらどうなるんだろうみたいな、プレイするっていうそのゲームの強みを生かした、そのクオリティの上げ方。巨木を作るようなエフェクトって、最初のイメージは誰がどうやって決めるんですか？プリレンダリングでルックデブをしたんですね。ある程度その方向性を決めたりしました、まあ、2D の絵を、まあ、ペライチの絵なんですけど、VFX アーティストだったりアーティストとかで見ていただいて、まあ、そうしないとやっぱりどうしてもそのゲームエフェクトの幅を超えないというか、その、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱプリレンダーの方がどうしてもできることが多いので、そういうアプローチをしないと、まあ、自分たちの知ってるゲームエフェクトを超えることは絶対ないので、まあ、それをどう落とそうか、まあ、どういうチャレンジにしようかっていうふうに作りました。フォースポークンの、まあ、美しい魔法っていうのは VFX アーティストだけでも成立しなくて、プラスその TA の方だったりエンジニアの方だったり、またはたまたエンバイロメントだったりモーションデザイナーの方だったりっていう方々と一緒に、まあ、その英知を組み合わせることで創造されていくっていうことがよくわかりました。それでは最後に皆さんから一言ずつ開発者視点での見どころをお願いいたします。まあ、魔法パルクールを中心に紹介させていただいたんですけれども、他にもこうエネミーだったり NPC だったり、まあ、アニメーションっていろんなところで扱われていますし、他にもこうカットシーンとかフェイシャルアニメーションにも力を入れてますので、まあ、そういったところにもこう着目していただきたいなと。今回だとその UI に関してもそのシェーダーからその動きだったり華やかさっていうものの軸を作っていく、こういう部分、まあ、これ自体かなり新しい試みだなと思っていて、その UI の開発っていう面においても今かなり転換期に入っているのかなとも感じたので、ぜひそういうものを体感していただけたら嬉しいなと。やっぱりしっかりとコンセプトをもとに作られているんで、その全体のエフェクト自体が魔法に限らずですけど、しっかりとコンセプトを持って作られていますので、まあ、そのコンセプトをこう感じてもらえるような見方をしてもらえるといいかなと。本日題材となったフォースポークンデモはプレイステーションストアから無料ダウンロードしていただけます。美麗で爽快なフォースポークンの世界をぜひお楽しみください。2023年1月24日にはいよいよフォースポークンが発売されます。本日山下さんが紹介してくださったマントやネイルもぜひチェックしてみてください。それではこれにてクリエイターインタビュー CG ワールドコラボスペシャルは終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。